ペットライダーの赤川俊太です。今回はエントリーモデルのアビリティについて紹介します。このボードの形状はリバースキャンバーで、エッジの接接面が少ないので逆エッジ、スノーボードで急に転んだりすることが少ない、安定してスノーボードを楽しむことができるボードになります。硬さも柔らかいので、これからスノーボードを始めてみたい、ちょっとやってるんだけど初めてのボードを買いたいという人にとてもおすすめのボードになっています。まず最初に悩んだらこのボードを選んでみてください。